とりあえずお腹が疲れてしまって最初にヒレ君の隣に乗った方がいい。いやそれが危ないんだよ。分かってるね。今日は BRZ の試乗会、しかも雪道でやるという五輪駆動なのに、そして今日のインストラクターというかドライバー荒井宏樹選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか昨日のミーティングで、はい、荒井選手が最初に運転すると、はい、皆さんクラッシュするんじゃないかと。そうです、だから一番最後に乗ろうと思ってたんですけど、うん、そうですよね、はい、じゃあ私は最初に運転します。でその後、はい、ひろき選手に運転してもらって、はい、でその後また私が運転します。わかりました。エティ、それ大丈夫ですか。わかんない。なんか俺が一番最後の方がいいんじゃないかなと思って。あ、でもね、私もねラリードライバーとして生きているので、はいはい、世界一のドライビングに、影響されて、はい、クラッシュするようなことは絶対ない、まあ、ないですよ、ね、ないです。そう、ない、はいはいはい、ということで今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。車両は全くノーマル、サスペンション全くノーマルの BRZ に横浜ですね IG70 入ってます。それだけ。スバル BRZ とですね86の、まあ、差ですけど、割とマイルドな特性を示すということで雪道も行けるという自信らしいです。果たしてどのぐらい雪道走るか試してみたいと思います。なんでボーリング道で雪道で走らせるのかわかんないですけど、隣はですね今荒井ひろき君乗ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。動画撮ってます。今日僕走らせたら世界で荒井ひろき選手一番速いと思う。軍曹は慣れてるだけです。慣れてますね。多分荒井ひろき選手よりは速いドライバーいないです。デコボコすごいですね。そうですね、昨日よりでもだいぶ平らにはこれはしたんですけど、でもなかなか FR でここまで前に進む車もそうはないかなと思うんですけど、これこのぐらいの道だと、はい、なんかもう500馬力ぐらいの車乗ってるみたいな。そうですね、確かに。だからもういじらなくていいですよね、この車に関しては。なんかもうそのまんま雪に持って行って遊べるっていう感じがします。ね、本当ですね。これサイエンスだと履いただけでしょ。そうです、本当に。それでこんだけ楽しめたらね。そうですね、めちゃくちゃ楽しいですけど、めっちゃ楽しんでる感じが伝わってきます。あれでしょ、スノーライト走ってみたいでしょ。いや、めちゃくちゃ走りたいですよ。スウェディッシュとかスウェディッシュ楽しいですから ね、 ね、はい、無線がオンになってません。どっかから自分の声が聞こえます。聞こえますね、はい。でこれで一周終わりました。こうからいいですか。はい、ありがとうございます。あれ、これどっから無線。さあ、荒井宏樹選手の隣に乗せてもらいました。はい、よろしくお願いします、はい、新型 BRZ 雪でどのぐらい走れるの。世界一の走りを見せてもらいましょう。ブレーキのタッチだいぶ変わりましたよね、その新型になってから。全然乗りやすくなりました。うまい。いやー、これが世界で一番速い、ここ一番速く走れるドライバーの走りが。めちゃくちゃ走ってます。こんな気持ちよく走れる。いやー、もうこの隣に乗ったら俺運転したくなくなるわ。いやいやいや、次はやばい俺。もうね、わだちにね、これね、はい、逆らったらアウトですよ。アウト、弾かれますね。弾か、弾ってどこコントロールできるか分かんないけど、雪道きちっと最低引いてる、最低ちょっと引いてちょっとせこい運転になっちゃう。まあ、やってることは俺と同じじゃなくて。もうこれ隣にこれ乗ったらさ、はい、もう BRZ その場で買うね。なんかオンラインで販売会でやります。いや、これはね絶対買うよ。今のとこうまかった。いやー、今のとこうまかった。本当にこれここで試乗会やってヒロキ君の隣に乗ったらその場で多分反抗して帰るよ。うん。
そうね、ここね、ここどうするかと思ったらやっぱちゃんと抑えるね。ちゃんと危ないところはしっかり抑える。あと止まれの看板だったんだ、確かに。いや、後輪駆動もなんか文句みたいですね。これ後輪駆動乗ってる感じはしないね。不思議とこの車って左足ブレーキもすごいしやすくて、感覚がその全然近いんですよね。自然な感覚に。すごいね。そんなに修正玉当てずに全然入れちゃう。いやこれは、ね、どうしてこのひろゆき君、この自然日本もまだ決まってないっていう、もう嘆かわしいことです。日本のラリー界スバルがやってくれればいいのにね。そうですね。ねえ、車はすごいいいと思うんですよ。ベースのある車はすごいいいと思う。ポテンシャルも高いですし。いやー楽しかった。ありがとうございます。久々に楽しかったです。ありがとう。GR86 と BRZ と共同開発させていただいて、その中でも BRZ はまあスタビリティに非常に こだわって、開発をしてきましたので。なるほど。雪道でも走れるぞと、はい、そうですね。雪道でも安心して乗れる FR スポーツっていうところに、今回のご使用でそのあたりをご体感いただければと思いました。なるほど。楽しいですね。いやそうですね、楽しいですね。AT でも結構楽しいですね。そうですね、うん、AT も非常に、ま、今回特に AT の出来もかなりいいというふうに皆さんにも評価していただいてて、うんね、そのあたりはこの雪上でもご体感いただけるんじゃないかなと思います、ね、これでもスタッドレスタイヤに変えただけで、はい、こんなに走れるんだったら、はい、めちゃくちゃ楽しいですね。いやそうですよね。いやいや、ひろゆき君の次に乗って AT で走ってみたら少し横に出てしまいました。まあ、車は何ともないんですが、とりあえずお腹が疲れてしまって動けないということで、今ひろゆき君が助けてくれようとしてます。初めて開けるんでちょっとすごい恐る。ひろゆき君のせいです、これは。いや俺のせいじゃないと思う。世界一の一番最後にやっぱ乗せればいいですから。楽しんでいただいた後にもうね、ひろゆき君の世界一の走りを見せてね、さっきはストレートちょっと抑えてたんだけど踏んじゃおうかなと思って待って行っちゃったんです、うん、そしたらね戻んなくなってしまいました。記事が何で書きましょう。記事書かなくていいよ。そんなの金子さん辛いこと言うね。これから助けてもらいます。気を取り直して、はい、とりあえず無傷でした。そうですね、車はコースアウトするときは無傷。浮きそうになる手前から、はい、速度コントロールしてたんで、はい、ダメじゃない、最小限の被害でした。もう車は全くもう新品同様綺麗な状態で。ヒヤヒヤしたでしょ。うわ車取りしまった。私もなかなか非常に貴重な体験をさせていただいた。あ、情けない。いやもう本当にもうこんな運転なかなか経験。いや実はねラリーでもめった刺さらないですよ。はい、さすがに調子に乗ったね。新井選手の隣に乗ってダメですね。まあでも本当に昨日もきっと新井選手の横に乗った皆さんはもう負けじと運転されるんだろうななんていう話をしていたところで、もう朝からハマった。でも本当に雪道の練習とかね、はい、ストップルさえ吹くだけで雪があるところだったらこんだけ走れるわけじゃないですか、はい、だから最高ですよね。雪出してはね全然大丈夫なんですよ。いかんせん荒くてしてる。
絶叫体験です。いや本当にありがとうございます。いやいや楽しかったでございます。無傷。いやでも車の練習にはぴったりですね。そして AT でも相当楽しめるで聞いたら LSD のセッティングなんかは全く同じだそうです。まあ何が違うかっていうとギアレシが違うのと、それからあとアクセル開けた時の、まあ、レスポンスが若干違うということで、マニュアルだとあそこアクセル踏んで押し切っちゃうところをですねちょっとグリップしちゃったので横に行ってしまったと、まあ言い訳ですけど、まあとっても楽しいのでこの車買った人はですね、ぜひともいいスタッドレスタイヤ、あの安いのはダメですよ、いいスタッドレスタイヤを履いて雪道楽しんでみてください。同じ組で乗るのは大井選手。あのさ最初にヒロ君の隣に乗った方がいいよ、うん、あのそうすると勉強になるから。隣からあの鼻で洗った音しなかった。あしなかった、それは大丈夫だった。それは本当最初にね味わった方がいいと思う。でいやそれが危ないんだよ。分かってるね。それトラップだよ。それ違いますよ。とにかく最初に乗った方がいい。いやだ。どうして最初にならないのよ。乗せてあげる。いやいや鼻で笑わない。最初に運転して次リロ君に運転してもらってもう一回運転すればいい。 AT を。いや、僕は最後の。分かっちゃいるけどやめられない。